こんにちは、さゆりです。このポッドキャストでは、日常のことを分かりやすい日本語でゆっくり話します。今回は筋肉痛についてです。筋肉痛というのは、筋肉が痛くなることです。筋肉っていうのは、muscles ですね。運動をして筋肉を使った時に筋肉痛になります。例えば、push-ups。腕立て伏せをしたら腕と腹筋、お腹が痛くなります。皆さんは運動していますか？ちなみに最近は英語の workout は日本語でも work out ということが増えてきました。他の言い方は筋トレです。筋トレは筋肉トレーニングを短く言ったものです。はい、今私は筋肉痛になっています。普段から運動をしていますが、先日ボルダリングジムに行ってボルダリングをしました。今まで3回したことがあるんですが、最近は全然してませんでした。だからいつも全然使わない筋肉を使いました。初心者のコースでもかなりきつかったです。1時間ぐらいあまり休まずに登りました。ボルダリングをした翌日は腕が痛くて、腕は英語で arms ですね、大変でした。冷蔵庫を開けるとき、野菜を切るとき、トマト缶を開けるとき、キーボードを打つときなど、いつもは自由に使える体が自由に使えなくなりました。すごくもどかしいです。普通筋肉痛は3日ぐらいで治るんですが、早く治すためにできることがあります。ストレッチやマッサージをします。バランスの取れた食事をしてしっかり休みます。私の筋肉痛も早く治るといいんですけど、まあでもなんか気持ちがいいです。なんか運動したって感じがします。皆さんはどんなスポーツやワークアウト、筋トレ、運動したら筋肉痛になりますか？筋肉痛になった感じが嫌いじゃない人はいますか？じゃあ今日はこの辺で。バイバイ。